ちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーで朝顔ですね、作っていこうと思います。夏になるとね、どうしても作りたくなるんで。はい、では作り方ですね。28番白地のワイヤーです。まあ、何本かね用意していただいて、まあ、5本ぐらいはね基本必要で、で半分よりね、少し長めに切ったものを、また半分に折り曲げます。そしてですね、こちらを 2.5 センチぐらいですかね、まあ、2センチぐらいでも十分かなと思うんですが、折り曲げまして、折り跡をつけます。そして、折ったところと折ったところですね、先端は同じ方向に向けてください。で、結んでいって、片方を下、片方をね1本ワイヤーを上に上げておきます。このように感じですね。これを5本分繰り返していきます。先端は同じ方向を向けて、ねじってあげて、1本は下、1本は上に引き上げておくという感じですね。はい、まあ、これね 2.5 倍速ぐらいでやってますが、ゆっくりやってください。そして最後の、1本と1本をくっつけて輪っかを作っていきます。でこれも同じように1本は下、1本は上に出しておいてください。そうするとね、綺麗な星型ができるかなと思います。そして真ん中に1センチゲージぐらいですかね、なければ鉛筆とかでもいいんですけれども、入れていただいて、ちょっとね、朝顔のこのくぼみの部分ですね、こちらを作っていきます。まあ、なんとなくでね大丈夫です。でそしたら取り出して少し形を整えてあげてください。均等にねできればしてあげて、でここで、今ね、フラワーテープで巻いてあげてますが、ちょっとこれだとね、短いかなと、リップするときに立てる長さとしてはね足りないかなと思うので、補助でね1本いらないワイヤーなどをこのように横に通してキュッキュッとねじっておいてあげるとリップがねしやすいかなと思います。はい、で1本まるっとね長いものを出していただいて、こちらでですね周りぐるーっとしていきます。だいたいどれくらいですかね、間、3センチ弱ぐらいですかねをカーブにして、そうですね 3.5 ぐらいいっちゃってもいいかな。あまり大きく作るとね、リップがちょっと難しくなるので、初めはね3センチぐらいをカーブにして、この頂点の部分ですね、お星様の頂点の部分をこのようにくるっと一周していくといいかなと思います。ちょっとずれやすいんでね、しっかりめに引っ張って、ワイヤーがずれないようにねだけ気をつけていきましょう。さっきね半分よりちょっと多いって言いましたけど、ワイヤーね半分のとこで切っていただいて大丈夫かな。うん、後でねこのように付け足して足元のワイヤーね足してあげてたんで、そんなに多分ね、お花自体は気持ち小さめに作れば問題ないかなと思います。で最後のところはね、横のワイヤーのところに一周絡めてあげるとずれにくいかなと思います。ワイヤーそれぞれね、そしてカットしてしまいます。で上に上げていたワイヤーでちょうどこのアーチの部分の半分のところですね、ここに一周くるっと、通してあげます。でこの時少しこのワイヤーをね、手で指を使って、カーブを描かせておくとよりねそれっぽいかなと思います。まあ、直線でねやるのではなく、少しアーチ状に、ブリッジをかけていきます。そして、余分な部分のワイヤーは全てね切ってしまいます。裏側で切ってあげるとねいいかなと思います。はい、でこんな感じで、あとはね全体的に形を整えましょうね。はい、で、こちらですね、つぼみは今回3センチゲージですね、3回28番のワイヤーを巻きつけまして、ねじってから片方の溝を、ワイヤーにを通しまして、で2本持ってねじって留めるといった感じですね。はい、で先端を少し尖らせてあげて、で今切ったワイヤーでもいいですし、余ったワイヤーでもいいので、上のところをですね一周くるっと巻いてあげてねじって留めます。はい、でこのねじりを残してカットします。ねじりもね
カットしてしまうと取れてしまうの でこれをこのままでもいいですけれども、少しもしね、折り込む余裕があれば内側にね入れてあげて、キュッキュッと、これがね、ただこのワイヤーを開いてると上に上がってきてしまうことがあるので、はい、まあそういう時はそれでも大丈夫です。で、少しね先端は細めに、下側は少し膨らんだつぼみ状に作っていきます。はい、で今度は28番グリーンです。30番でもねいいです。あの7ミリのゲージスティックのところで額を作っていくだけなので、細ければ別に細い分問題ないですね。ねじり巻き間2回で、5枚分ギュッと、このゲージスティックもうちょっと長いとね助かるんですけどね、5枚作るのがやっとかなって感じで、はい、で挟み込んでねじって留めます。で長さ揃えておくとね、メラミンスポンジに後々立てやすいので、はい、で額なので先端部分は尖らせて少し開き切っておきます。こんな感じですね。でこれをお花の分とですねつぼみの分作るんですが、あと少し互い違いにねしておくと、まあディップしやすいかなと。あまりちょっとこんな大げさにつけなくてもよかったんですけど、まあ、少し離しておくとねくっつきづらいですよっていう話で、でね作り忘れないようにつぼみの分とお花の分ですね。で今回葉っぱは6センチゲージと5センチゲージですねで作りました。ワイヤーはそのままね、28番でいってます。でまずハートを作って根元のところですね、でそれぞれを、こんな感じで、横の部分をね折り曲げますが、これ私の苦手な葉っぱなので、まあ画像を見ながらね作ってみてください。なんならねちょっと大きくプリントアウトして、それをね型に沿って作るっていうのが確実ではあります。はい、で、こんな感じで片方長い方でねブリッジをかけて葉っぱですね、なんとかできました。今回クリアでディップしますが、液量がちょっとね必要になります。大きいねお花なので、たっぷり、できれば大きい缶でね買って、こんな感じで大きい容器に移しておいた方がディップしやすいですね。おっとっとっと、クリアは特にね見落としがちなんですが、膜がねところどころ破れてしまうことがあるので、何回かこんなにボシャボシャやってるとね、気泡が入りやすくなるっていう欠点はあるので、ちょっとあまり推奨はできないんですが、なかなかねこれが難易度は高めです。はい、綺麗に貼ってるかなと思わせてどこか破れてるっていうね時があるんで、よく目を凝らしてみてください。はい、で次はライトグリーンで額と葉っぱですね、こちらディップしていってしまいます。はい、で額が終わったら葉っぱもですね。今回は大きい葉っぱをねメインで作って、小さい葉っぱはねそんなに作ってないんですが、はい、で、先ほどのねバシャバシャの結果、気泡がだいぶ入っておりましたので、少しねディップ液休ませて、それからですね別ワイヤーでこのように膜を作って、そこにねつぼみを通していくっていう感じで、かぶせ付けというんですが、そして、メラミンスポンジにねそのまま立てて、乾燥させます。はい、こんな感じですね。こちらもね透明なので、ちゃんと膜がついているかどうかね確認をよくしてください。乾いたらストレンスナーをつけて、今回朝顔ねくぼみが多いので、よく振り落としてね、乾燥をさせてください。で今回は、こんな感じでねブルー系、クリアブルー系のね、プラモデル用塗料です。ここはもうお好みの色で構いませんし、なければね、マニキュアとかで色をつけていただいてもいいですし、最初からね色付きのディップ液でディップするっていうのもね方法かなと思います。はい、ちょっと見にくいですが、表面を、スプレー塗装で拭いてます。裏面ではなく表面からやってますが、裏面からやってもねそれはそれでこのワイヤーの白が目立つんでね、綺麗かなと。本当どっちからやるかはねお好み次第って感じですね。真ん中部分だけはちょっと透明感を残したかったので、まあもう少しね周り拭いて濃く、やっていきます。はい、でこれくらいですね全体的に。ただこういうところ下の部分がちょっとね、うまくディップできてないところが多少ありました。はい、気にせずに巻いていってしまいます。透明だとそんな目立たないですね。でつぼみの方も、
額を通していきます。あ、これね、目打ちで穴を真ん中部分開けています。はい、そして巻いていってねじってね、止めてしまうと確実かなと思います。額をちょっと上に、花に沿ってね、上向きにしてあげて、ワイヤー同士をねじって止めてから、フラワーテープでね巻いていきます。はい、こんな感じですね。今回はインテリアメッシュラティスはい、っていうものですね。セリアさんで購入しました。こんな感じのね、ワイヤーを、フェンス代わりにして、で20番くらいのねグリーンワイヤーがあれば、目打ちにこのようにくるくるっと巻いてあげて、ちょっとねカーブしたツルとか、作れます。はい、で26番を今回はね、木というか、ツルというかに見立てて作っていきますが、まあこの辺はお好みでね、もう少し花瓶に行けるのであれば、もう少しね、硬いワイヤーですね、番号としては18番とかの方がね、ぐらつきは少ないかなと思います。今回はね、このフェンスみたいなのにくっつけるだけなので、細めのワイヤーで半分にして使っていきます。はい、で基本はお花葉っぱ1枚みたいな感じでつけていきます。でお花1個、葉っぱ1枚でちょっとずらしてね、下にだんだんずらしていきます。でつぼみもね入れてあげたり、あとつるですね、今くるくるっとカールした、先端のつるとかも一緒にたまにやっていきます。これもつぼみと葉っぱとつるとって感じですね。で、はい、下の方まで巻いていきますが、であとは1ですね、どこにどう配置するか、まあこれはもうお好みでね、作ったお花の数と、相談してください。今回お花がですね、一応私が、2,4,6,7 ですね、でつぼみが3ぐらい作ってます。はい、まあ、参考にね。でこんな感じに、3本ぐらいに分けました。ちょっとね分けて、フェンスにねくっつけていこうと思います。では まず1本ですね。大体の位置をね決めてから、当てを作ってからね、巻いていった方がいいと思います。最初に巻いてしまってね、お花が偏ったっていうことにならないように、バランス見てから、まあ、少しワイヤー同士をねギュッとこうフェンスに絡めてねじって止めてあげます。よいしょ、まあ、平やったこと変わるとね、作業がしやすいかなと思います。でキュッ、危なくないようにだけね、ファイヤー飛び出てて刺さらないようにしておきましょう。で接着剤でね軽く、地面をねくっつけておいてあげた方が取れにくいかなと思います。でそこをねもしね気になるようでしたら、こういった葉っぱですね、これでちょっと隠してあげつつ、またこのね、本体と、フェンスをくっつけると、ラティスですね、こちらを巻き巻きと、この辺もねじって止めてあげるとよりね安心かなと思います。まあ、そんな感じを繰り返していって、まあ、これもねちょっと接着剤つけてますが、裏側からもね接着剤見えないのでつけてあげるとねいいかなと思います。はい、こんな感じで今回はね、青色の朝顔完成しました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。